アレクサンデル・クラウディオは、プエルトリコのサンフアン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボストンレッドソックス傘下所属。2010年の MLB ドラフト27巡目で、テキサスレンジャーズから指名され、プロ入り。2014年8月13日に怪我で離脱した、ダルビッシュ有の代わりにメジャーに昇格し、同日のタンパベイレイズ戦で、メジャーデビューを果たした。この年は15試合でマウンドに上り、防御率 2.92、投球イニングを上回る、奪三振を記録し、奪三振率 10.2 をマークするなど活躍した。2015年は前年とほぼ同等の18試合に投げた。メジャー初勝利を挙げたほか、前年に 1.46 だったホイップを 1.15 まで引き下げた。奪三振率は低下したが、防御率もわずかながら良くなり、着実に成長の跡を示した。2016年は過去2シーズンの通算試合数よりも多い39試合にリリーフ登板した。4勝1敗、防御率 2.79、ホイップ 1.26 という好成績を記録。防御率は MLB デビュー以来年々下げて、さらなる成長の証を残した。2017年開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。シーズンでは70試合に登板して4勝2敗11、セーブ、防御率 2.50、56奪三振を記録した。2018年は66試合に登板して4勝2敗、1セーブ、防御率 4.48、41奪三振を記録した。2018年12月13日、2019年の MLB ドラフト1巡目、戦力均衡ラウンド A 指名権とのトレードで、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となったが、9日に1年契約を結び直した。2020年オフの10月28日に FA となった。2020年12月16日にロサンゼルスエンゼルスと$1,125,000の単年契約を結んだ。2021年7月25日にDFAとなり、30日に自由契約となった。2021年8月10日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、傘下のAAA級ウースターレッドソックスへ配属された。左投げのサイドスローでセットポジションに入る前に腕をくねらせる動作が特徴的。球種は最速 88.7 マイルパーワー、平均85マイルパーワーのトップスピンのかかったシンカーを中心に平均67マイルパーワーのチェンジアップ、平均74マイルパーワーのカーブ、平均80マイルパーワーのスライダーを使用する。ギガバイトパーセントが 60% と高く、シンカーなどでゴロを打たせて取るピッチングスタイル。ありがとうございます。